イタリア王、イタリア王は、君主号の一つで、西方制定の廃止後に、ローマ帝国の本土であったイタリア、半島部及び大陸部を支配した人々が、多くの場合に使用した歴史的背景を持つ王位。ただし実態を伴うかについては、議論が残り、例えば千八百七十年に、ビットリオエマヌエーレ二世による、ローマ占領が行われるまで、長らくイタリアの中心地であったローマ氏は、 歴代国王支配下になかった。ユリウス・ネポス・ミカド、あるいはロムルス・アウグストゥルスの失脚まで、イタリア半島部及び大陸部は古代ローマの本土として統治されていた。王世紀には、ローマ王、レクス、共和世紀には、執政官や独裁官、帝政紀には、ローマ皇帝が君主として君臨し、帝政末期に皇帝権が二分されると、西の皇帝、 西ローマ皇帝による支配を行われた。476年のロムルス・アウグストゥルスの大お及び480年のユリウス・ネポス・ミカドの暗殺によって、西ローマ皇帝の称号は、元老院を通じて、東ローマ皇帝ゼノニへと返還された。ゼノン帝は、定位返還の見返りとして、両者を追放、暗殺したヘルウル族の族長をドワケルに、ドクス・イタリアへ、 ダックス・イタリー、イタリア領主の称号と、かつての帝国本土を支配する権利を与えた。したがってオドア・ケルが、最初のイタリア王、レックス・イタリーであると考える向きもあるが、オドア・ケルが、レックス・イタリーの称号を公式に使用したに、ついては、議論が残る。493年、唯一のローマ皇帝となった、ゼノン帝は、 オドアケル討伐の命令を東豪都族の王テオドリックに命令した。テオドリックはオドアケル軍を滅ぼすと新たにイタリアの支配者として認され、また明確に自身がレックス・イタリーであると宣言した。一方で東豪都族が数的に少数であり、周囲の反感を恐れて国王、レックスの称号のみを使用する場合もあった東豪都王。 テオドリックの支配はおどけるよりは長く続いたが、552年にベリサリウス率いるローマ軍の大遠征によって攻め滅ぼされた。再びイタリアはローマ皇帝の領域となったが、この時代は短い間しか機能しなかった。568年、ランボバルド族の王、アルボイーノはベリサリウス失脚後のローマ帝国に他の異民族と連合して攻め込み、 イタリア王の称号を使用したランゴバルド王国。ランゴバルド王国はそれまでの勢力とは異なり、イタリア本土の行政区を完全に支配することは、最後までできず、イタリア王というよりもランゴバルド王、レックス・ラングバードーレム都市の側面が強かった。最初期には、北東部のベネツィア周辺、北西部のリグーリア、ロマーニャ、中部のローマ周辺、南部のナポリ周辺、カラブリア半島、 サレント半島、シチリア島などは、ローマ皇帝に忠誠を誓っていた。支配が進む中でこれらの地域にも遠征が行われ、いくつかの地域は王国に併合された。それでも一部地域は抵抗を続け、次第に、ローマ公国、ナポリ公国、カラブリア公国、アプリア公国、ベネツィア共和国など、ランゴバルド王国に対峙する統治体制を形成していった。 混乱に拍車をかけたのが、フランク人とアラブ人の侵入であった。774年、フランク王シャルル・マーニュは、南フランスから、ランゴバルド王国領に侵攻すると、王国の北部、中部領域を占領下に置いた。同時に、実質的に崩壊状態に陥った、ランゴバルド王国の併合をも宣言して、使用されていた王冠、ロンバルディアの鉄王冠を持ち去った。一方で、 遠征を途中で切り上げたことから南部は遠征の影響を受けず、さらに中部は後にローマ教会へ寄進されて強行領となった。南部ではローマ帝国の封建勢力と旧ランゴバルド王国の南部領土を前進とするベネベント公国が以前からの戦いを引き継いで紛争を続け、そこに北アフリカを支配したアラブ人の孔が始まった。827年。 アグナブアサ、イスラム帝国がシチリア島に上陸、一度は撃退されたものの、ファーティマ朝の時代に再び占領され、952年にが成立した。1071年、南部情勢はバイキングの到来によって一様の終焉を見る。サレント半島を抑えたノルマン貴族、ロベルト・イルグ・イスカルドは、ローマ系、ランゴバルド系の別を問わずこれらを併合し、 さらにその音を取る知恵の一世が、シチリア主長国も占領して一つの王権にまとめ上げた、ノルマン・シチリア王国、オートビル朝。後に、ナポリオ王国とトリナクリア王国という二つの王国に分離したものの、それ以上の混乱は起こらなかった。フランク王国の後衛である神聖ローマ帝国は、ランゴバルド王国を滅ぼしていた権威をもって、皇帝がイタリア王を兼ねると宣言していた。 しかし領土的には戦術の通り、ランゴバルド王国の一部だけであり、中部の強行領、南部のナポリオートリナクリア王の領域では、君主としての権威を持たなかった。さらに、北部領域においてもロンバルディア同盟との戦いなどを経て、徐々に実権を失っていった。その点において、同時代のイタリア王、レックス・イタリーの称号は、イタリアの支配と同義では、くなってしまっており、 このいびつな状態は中世から近世の長きにわたって続くことになる。1805年、近代に入ってコルシカ島出身のナポレオン・ボナパルトが神聖ローマ帝国を滅ぼした後、占領下に置いていた地域に傀儡国家を樹立するためにロンバルディアの鉄王館を使ってタリア王への即位を宣言した。形式的には神聖ローマ帝国の方法に従った、 もので、やはり王権は一部地域に限られ、ナポレオー位なども並存する状態にあった。1814年、ナポレオンが失脚して、すべての実権、称号を手放すと、自動的にイタリア王位も放棄したとみなされた。しかし中世イタリア王の領域を獲得した、オーストリア帝国は神聖ローマ時代踏襲せず、結果として、数十年にわたってイタリア王の称号は、 空位状態が続いた。高まる民族主義の流れを受けて、イタリアという領域を統合する国家の誕生を望む声が高まる中、右与曲折を経て、イタリア北西部のサルデーニャ・ピエモンテ王国による統一戦争、リソジメントが始まった。1861年、この戦いに最終的勝利を収めたサルデーニャ・ピエモンテ王国は強行領。 ナポリオ王国などを併合、イタリア半島部と大陸部の大部分を征服して、同地を通した。サルデー・ニャピエ・モンテオ、ビットリオ・イマヌエール二世は空位であった、イタリア王位の復古と継承を宣言。サボヤ・アサ、イタリア王国が成立した。同時に、イタリアの政治的統合にも成功した、サボヤ・アサは、ローマ市を中心としたイタリア全域を支配する。 実態の伴ったイタリア王位を復活させるという東元王国以来の偉業をせいげた。1946年2度の世界大戦を経てファシスト政権への協力などにより国民投票で王政廃止が決定された。王国は共和制に移行、王をはじめとする貴族制度は全廃された。サボヤ家による王位請求は継続されているが、 再び実態を伴わない状態へと回帰したと言える。イタリア王経図も参照。カルロ五世以後、イタリア王の称号は表だって用いられることは失われていった。ベスト・ファーレン条約以降、新生ローマ帝国の構成国家としてのイタリア王国は形外化した。フランス革命後のナポレオン戦争により空位となっていたイタリア王位を獲得する。リソルジメントを経て、 イタリア全域の実効支配を確立、空位となっていたイタリア王位を獲得する。現在、サボヤ家によるイタリア王位請求が続けられている。イタリア王位を意味する称号は、長大な全米で呼ばれており、以下は、その一例である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。